皆さんどうも、高です。今回はですね三重県の人口7万5000人都市名張市の市街地を散策してまいります前回の動画でこの名張市の近鉄大阪線名張駅そして駅前の中心市街地その南側の国道165号線沿いの商業施設などを見た後に東に向かって最終的に用台、 の辺りままで散策するというね動画を投稿しましてこれはその続きとなりますこの道も国道165号線となりまして今回は大規模な住宅団地桔梗ヶ丘のエリアまで散策をしていくという流れになっております前回の動画でも申し上げましたがこの名張市の中心市街地の機能役割というのがですね駅前とかの辺りから前回の動画の最後で歩いた桔台 ですとか、今歩いているのが河野台というエリアになってくるそうなんですが、この辺りに移動をしてきているということだそうなんですね。ということで、この国道165号沿いなんですけれども、やはり商業施設大手のものが多く立ち並んでいる感じがしますよね。で、今歩いている国道の周りなんですが、この北の方に名張市役所がありまして、南側となってくると工場なんか立ち並んでいまして、 この名張市工業も結構盛んないようですでやはりこの国道沿いもいろんなお店立ち並んでいるんですが奥に招き猫のカラオケ店見えていますけれども小さな看板がねローソンと並んであったりしてこれなかなか珍しい光景だなというふうに思いましたで和食里ですとか焼肉屋さんがあるこちら名張警察署前交差点になりまして南側はやはりその警察署の他に工場など多く立ち並んでいるんですが 北側国道外れましてもですね大手の商業施設たくさんあるところエリアがあるそうですのでそれを見ることにしました早速見えてまいりましたねこちらにはナフコのホームセンターがあります横にとても大きな建物あったかと思うんですがそちらが介護施設みたいになっていましてこの名張市桔梗ヶ丘周辺なんか特に、まあ、1960年代に開発が始まって まあ高度経済成長とともに町が発展して団塊の世代の方が多く住まれているということで、まあ、そういう施設っていうのもねこの辺り多いのかもしれませんでナフコの南側ですけれどもこのように本当に多くの大手の商業施設っていうのが密集しているエリアがあります西松屋やスギドラッグマックスバリューにガストそしてヤマダ電機こちら側にもマルハンがありますけれどもまあその他ね マックスバリューにくっついていたり、その周辺に多くの商業施設がね、立ち並んでいる、そういう景観になっております。で、今映っています道路、東に進んでいきますと、近鉄気境が丘駅の駅前に行き着きまして、逆に西側に行くと、名張駅の方にたどり着くという感じになっているんですね。なので、この道、結構主要な道路になっているかと思います。それに加えて、このように大手の商業施設、本当に多くありますから、 まあ交通量車の量もとても多く映っていましたよねで山田電機の東側になるんですがニトリそして順天堂がありましたでその裏を抜けていってですねまた国道165号線の方に戻っていきましたこれからまた東の方に進んでいきます、まあ、しばらくはそんなに商業施設のない落ち着いた景観が続いていたんですがこのように急にラーメン店ですとか奥の方 カーディーラー、ガソリンスタンド、そしてスキヤなんかが見えてきまして、また一気に商業施設が増え、そして交通量もね、多く目立つようになってきました。で、さらに進んでいきますと、このように少し高めのビルが角にある交差点に行き着きまして、まあ、この辺りから、まあ、気が丘ですとか、まあ、住宅団地がね、いろんなところに並んでいる、そういう場所になっていきます。で、これからですね、さっきの交差点、右、 南方向に曲がって国道422号線を歩いていきます交差点のところアベールやバースであったんですがその先このようにほとんど建物何もない緑ばっかりの景観になりましてでこのね国道もう10分以上ね歩いたところにポツンとこのように大きな商業施設がありますのでこれだけをね見るために坂を上がってきましたこちらがメガドン・キホーテユニー・ナバリ店になります こんな風にとても大きな駐車場が構えられていまして、まあ、映像奥の方、また住宅団地が広がっているのをお分かりいただけるかと思うんですが、まあ、こうしたところに住まれている方の、ね、商業施設といっても過言じゃないかと思いますちなみに無料の送迎バスまで出ているようですでそのままさっきの交差点のところに戻ってきました。ここれれから映しますけれどものの交差点の東側 となってきますと、気境が丘駅の近くになってくるということもあってか、こんな風に奥の方ね、ホテルですとか、いろいろお店がいくつも並んでいる景観、お分かりいただけるかと思うんですけれども、今回はですね、この交差点から北側、まあ、北西に向かってこれ国道368号線になるんですが、まずこちらを歩いていきます。まあそのまま気境が丘駅に向かってしまっても仕方ないということで、今回は 気境が丘駅の周りを反時計回りで回るようなルートで歩いてその気境が丘エリアがどんな風な、ね、景観広がっているかっていうのを見ていくことにしますで、こちらの国道368号線沿い先ほどの165号ほどはお店並んでいないんですがそれでもシャトレーゼですとか東海、キリン道あと飲食店とかねいくつか見られてと ただ今映りましたけれども au の横の建物も真っ白になってしまっていましたよねまあこのあたりでお店をやるとなると必ずしもうまくいくわけではないという感じでしょうかで今少し広めの道路映りましたが、まあ、これを西にねえ左側に行くと、まあ、さっきニトリですとか山田電機あったかと思うんですけれども、まあ、そちらに行き着くという感じででこのように奥に見えていますのが京境が丘駅になります これから古選橋を北に渡りまして近鉄大阪線の線路の北側がねどのようになっているのかを見ていくことにしましょう、まあ、こんな風に緑が多く見られますけれども、まあ、住宅団地というのはですね、まあ、こういう幹線道路と少し離れたね高台とかそういうところにあったりするんですよね、まあ、奥の方に家がねたくさん並んでいるのをお分かりいただけるかと思いますでこの幹線道路沿いに 今、ファミマとかね、あと、スーパーもちらっと見えていますけれども、あと、ガソリンスタンドがね、この辺りに住んでいらっしゃる方、よく車をお使いになるかと思いますので、大きなものが並んでいたり、という街並みになっています。ただ、やはり住宅団地ということで、幹線道路周辺っていうのは、そんなに商業施設が見られずに、まあ、この辺りはですね、車の販売店ですとか、あと、コンビニエンスストアがあったり、まあ、奥の方、結構工場なんかも見えていますけれどもね、 まあ気境が丘らしい光景といったところでしょうかで今まで歩いてきたところが国道368号及び県道708号上野名張バイパスという道だったんですけれども、まあ、さっき映った雪松の餃子のねところを右に曲がってですね、まあ、団地のより中を入っていってそしてこれからね進路東の方に変えて進んでいくことにします ご覧のように、本当に住宅ばかりになっていまして、その中に時々ね、個人商店っていうのが少しあって、で、こちらにもちょっとしたバス停と思われる場所があって、まあ、全員が全員ね、車をお持ちなわけではないと思いますから、こういったものも貴重な存在になってくるかと思います。で、このように、本当に個人の方がされてるんだろうなというふうに思われる飲食店が見られたり、 で、この辺りね、新聞屋さんですとか、なんか昔商店だったんだろうなというね、古めの建物が見られたり、まあこれ、さつき台と書いてありますが、この辺りのちょっと中心的なね、エリアであったんでしょうね。まあその周りデイサービスとか集会場なんかありまして、まあやはりね、この辺り、今ではご高齢の方とかもね、結構増えてきてるんじゃないでしょうかね。で、その団地、 のね、ちょっと高台のところを降りていきますと、まあ、お菓子屋さんやレストランだったりこのようにゴルフの練習場やドラッグコスモスなんか見えてきてまたちょっと街っぽい雰囲気っていうのが戻ってきましたでこれから移りますけれどもこのコスモスの辺りのより東側になっていきますとダイソーの100円ショップですとかあとファミマのコンビニだったりあと大桑のスーパーマーケットとかねまた商業施設増えてきました まあこの住宅団地とても広範囲に広がっていますからところどころにこうした商業施設が集まっているところなどないと住民の方ね本当に普段のお買い物大変になってしまうかと思いますでまたこれ古線橋これね南に今度は越えて線路の南側の町を見ていくことにしますでせっかく線路の上を通っているのに全然電車が来ないなぁと思っていたらちょうど来たと思いきやですね このように全然電車にピントが合わないという現象が起きてしまいましてちょっとがっかりしながらこの近鉄大阪線の線路を南に越えていきましたしばらく行きますとこのように池と言いましょうかね広がっている公園みたいなスポットがありましてまあその周りはご覧のように普通に住宅地とかあと学校とかがある感じなんですがまあ商業施設とかですね このような幹線道路沿いに行かないと見られない分本当住宅地っていうのは落ち着いたところになっていて穏やかに過ごせそうですよねでまた国道165号線の方に出てきました、まあ、こんな風にマックスバリューですとかゲオなんか映っていますけれどもこれからですねこれちょっと桔梗ヶ丘駅の東側ぐらいになるんですが、まあ、そこから西に向いてこの国道を歩いて まあ駅にに向かっていいくという流れにいたしますちなみにこちらの国道165号、422号線でもあるっぽいんですが、まあ、さっきのマックスバリューの東側ね、そんなに商業施設立ち並んでいない感じになるんですけれども、まあ、ホテルだったりあと、まあ、農産物のね、市場みたいなものがあったりしたっぽいです。で、これ西に進んでおります。 この辺り、お弁当屋さんですとかミニストップ、あとビルなんかも見られてきまして、やや都会的な景観っていう風になってきましたね。まあビルの中小さめのお店がいくつも並んでいたりして、この辺りは大手のお店と個人のお店というのが混在している感じになります。で、この道というかね、この街ですけれども、結構高低差がありまして、 この国道も坂になっていますからね上りの車なんか結構な音を立てて走っていて、まあ、それも名張市の特徴の一つになってくるんじゃないのかなというふうに思いますでまたコンビニの周りに飲食店がねビルの下の方にあったりまあ金融系の施設ですとかはんこ屋さんに あと、学習塾なんかも見えてきまして、まあ、これだけ住宅が数多く立ち並んでいる場所ですから、まあ、ご家族のお子さんっていうのが、学習塾とかね、結構通われたりするのかなというふうに思います。で、さらに、国道西に進んでいきますと、書店が見えたり、こちらにはですね、ちょっと映像の方見づらくなってしまっていますが、富士屋のお店もあったりします。で、さらに進んでいきますと、 またホテルの建物を見えてきましたが、まあ、これは先ほどね、ビルが大きく建っていたコース店のところから見えたものと一緒になっています。まあ、ルートインのホテルですよね。で、その手前側にはですね、こんな風にマクドーナルドもあったりして、あと、この今映っているコース店の奥の方になるんですが、まあ、またドラッグコスモスだったり、あと、唐揚げ屋さんなんか見えていますよね。あと、パン屋さんもありますか。 で、今映っているコース点をですね、右に曲がって北の方を向かっていくと、近日の気京が丘駅になりまして、まあ、この国道沿いの方ですが、まあ、駅に近いということもあってか、あの商業施設がね、多く立ち並んで賑わいのある感じでしたよね。それに対して、今歩いている道路が一応ですから、気京が丘駅前のね、通りになってくるということになるかと思うんですが、 このように本当に住宅ばかりになっていまして、まあ、駅に近いっていう感じがあまりしないですよね。で、道路の方になるんですけれども、交通の円滑化を図ってか、メインの車道とあと速道みたいなものにね、分かれている、このようにそういう道になっています。で、道沿いですけれども、ピザ屋さんがあったり、こちらもね、不動産屋さんとか、時々お店とか見えている、そういう街並みになっていまして、で、しばらくしますとこの辺りが気境が丘駅前になっていきます。 このように近鉄プラザの商業施設の建物とても大きなものがあるんですがご覧のようになんとなんともう営業をしていないんですよねこちらの商業施設1990年に開業したそうなんですが昨年2020年秋をもって閉業してしまったそうで30年の歴史に幕を閉じたというね、とても悲しい駅前の景観となってしまっています ご覧のように反対側もね、もう建物をご覧いただいたらわかるかと思います。明らかに西松屋がありましたよね。で、こちらの建物にも全くお店が入っていないということで、この桔梗丘駅前の商業施設とか建物、もすっからかになってしまっているということですね。これ、駅のえロータリーの奥の方、綺麗な建物ありますけれども、こちらは結婚式場になっているようです。で、こちらが 近鉄大阪線が丘駅になりますこの駅から電車に乗って名張市を離れることにいたしましたそれにしても本当に景観を見ただけでその街の歴史がわかるというか景観が物語っているという感じですよね、まあ、名張市ここの近鉄線があることで もともと大阪都市圏として扱われていたんですが、まあ、都心回帰等によりまして現在ではそうではなくなってしまったとそれによって駅前の商業施設っていうのがねメインのものが全くなくなってしまってで国道沿いの商業施設が残っているとそれですらね前回の動画では怪しいところもありましたから私が前に食べに行ったレストランもなくなってしまっていてちょっと悲しい気持ちになったりしましたしね とにかくこの名張市、そして企業が丘のね、今後っていうのがとても気になります。ご視聴ありがとうございました。